西東京フルートアンサンブル第8回定期演奏会にお越しいただき誠にありがとうございます。私は本日の司会進行を務めさせていただきます千田優香と申します。どうぞ最後までよろしくお願いいたします。1曲目はヨーゼフ・フランツ・ワーグナー作曲双頭のワシの旗のもとにでした。ワーグナーはオーストリア・ハンガリー帝国の文学隊長であった時期にこの曲を作曲し、他にも数多くの行進曲を作曲していることからオーストリアのマーチ王と呼ばれています。曲名にある双頭のワシは文字通り2つの頭を持つワシのことで、
権力の象徴であり、同国を統治していたハプスブルク家の紋章です。曲は明快かつリズミカルで、運動会などの行進曲としてよく使用されています。本日のプログラムはこのように、どこかで聴いたことのある曲をメインに、小編成から大編成まで様々なジャンルから選曲しました。今年はさらに団員が増えて、アンサンブル力が試される年となりました。自己表現をしながら周りの音をよく聞いて、アンサンブルを作り上げてきました。1年間練習してきた演奏をお楽しみいただけたらと思います。